今日の黒帯ワールドは合気道。あ、危ない。でも平気。その秘密は受け身。絶対に頭を打たないように徹底的に練習するそうです。速くなれば力のコントロールでいいっしょ。どんな投げからも身を守る受け身の技術、白川隆二先生に教えてもらいましょう。合気道は投げ技、抑え技、まあ、関節技、関節技って関節ですね、うん、あと投げ固め技と。投げ固め、投げ固め技って言われて、投げて固めるってこと。投げて固める、はい、投げて、あー、投げ固め技。ちょっとゆっくり説明すると、す最初は抑え技、うつ伏せに抑える、はいはいはい、はい、うん、投げ技、投げ、関節の決め技ですね。そして投げ固めていく。大きく分ければ中田先生、僕これ思ったんですけど、はい、ものすごく危険な武術ですねこれ。いや、あの、危険に見えるんですけど、実は受け身をたくさんしてるので危ないように見えるんですけど、みんなほら誰も怪我してなくて涼しい顔してますよね。そうですね、はい、本当に受け身が大事で、何回も受け身をしっかりしてるから怪我なく稽古できるんですね。受け身って一番は後頭部を打たないことなんですよ。あ、はいはいはい、後頭部、はい、ですので一番基本は後ろ受け身なんですけど、後ろ受け身でこう倒れればいいんですけど、みんな畳、はい、叩いてたじゃないですか。あ、そういうイメージありますね、はい、なんで叩いてたかっていうと、畳叩くことによって衝撃が畳の方に強く叩く、ああ、なるほど、吸収していくんですね。畳が吸収してくれる、はい、もちろん叩かなくてもできます。でもこう畳って決まってれば叩いた方が絶対吸収できる、思いっきり特に上げられた場合も。そうなんですね、はい、叩かないでもできます、はい、で頭がちょっと見ててもらっていいですか。前受け身の時にも後頭部を決して打ってないんですよ。あ、なるほどなるほど、打ってないですよね、はい、そうですね、はい、これが前受け身、ちょっといろいろ見せます。前受け身で後ろの後方回転、横受け身、こういう後ろ、なんすかそれ。これは余裕なんですけど、え、はい、こういう原理なんていう名前なんですか。いや、これはですね、これ白川オリジナル。いや、オリジナルではないですけど、あの、後ろ落としっていう応用の。そうなんですか、はい、でも、まあ、どんな受け身でも全部後頭部を打って、確かに、はい、確かに、いきます。で、これは私だけじゃなくてみんなで実はできるんですよ。それさっき思いました、はい、見てもらっていいんですか。なぜできると思いました。ちょっとじゃあもこさん、あ、すごい。前受け身で、はい、あの、決して曲がらないのでぶつからないんですよ。お、はい、と連続でいくので、ちょっとぶつからない様子をぜひご覧ください、はい、いきまーす、はい、はい、OK、はい、次のグループ、はい、このようにぶつからないんですよ。曲がってたら危険ですよね。まずは単独で曲がらないこと、それから今度は投げる人が曲がって投げないように指導してるんですよ。確かに、はい、曲がって投げたらさすがに受け身の人曲がっちゃうので、その投げのコントロールなんですけども、すごいな、はい、投げる人もですから、あの、曲がらないように投げなさいっていうことで指導してます。それが投げのコントロールにつながってるんですよ。はあ、まっすぐ投げれるから曲がっても投げれるんですよ。受け身いろいろな種類見せますね。たくさん種類があって、例えばじゃあ、あの、うつ伏せ受け、これうつ伏せに普通の場面打っちゃいますよね、はいはい、なるほど、
はい、これもうつ伏せ受け身と言いまして、これ受け身なんだ、いてててってやられてるんだと思います。違います、これはです、受け身なんですね、顔面打っちゃうと普通だったら。あ、そういうこと。手をついて、はい、しっかりあの頭、顔を打たないようにしてます。そうなんです、ね、今ゆっくりやってるんですけど、正面打ってきて、おお、これだけの速度でやっても顔を打ってないので安全なんです、ね、あ、受け身なんだ。これがまずうつ伏せ、うつ伏せ受け身、これだけ速い速度でやっても、今度は後ろ受けですね。頭の方がね。今度前受け。前受け。前にこうなる動作。これ前に。あ、前の。はい。前のもの。はいはい。で飛び受け。あ、これこれ。はい。これさっきびっくりした。これも乱暴に上げてるわけじゃなくて、頭を打たないようにしっかり力をこう早くなれば、こういう感じで速くなるんですけど、力のコントロールでよいしょ、それだけゆっくり投げること。本当だ、あの後ろ受け身をさせることもできるんですけど、うん、またあえて大きく投げる、うん、両方できます。あとですね、特殊の受け身、よし、あり、落とし、うわぁ、これ、今受け身したんですか。受け身してます、頭打ってないんで、うわぁ、追い込みで、まあ、頭を打たないようにちゃんと受け身してます。特殊なやつかな。腰投げとか頭打ってないです。うわ、こんな受け身は頭を打たないと。それは一体、これは何ですか。なんかすごい応用技ですけど、応用技でも受け身、頭見てるとほら安全に打ってないですよね、頭のほうと。稽古しているんですけど、ちょっと勘違いしてほしくないのは、飛ばすことがいい推奨してるわけじゃないですからね、うん、はい、飛ばすこともできるし、あの普通に投げることもできるので、飛ばすことがいいっていうふうに教えてるわけじゃないんですよ。よく勘違いしてるんですけど、飛ばす投げ方ができるから飛ばさなくもできる、逆はできないですよ。飛ばせない人は飛ばすことはできない、投げ方。おっしゃる通りですよね、はい、大きく投げれるから小さく投げれる、飛ばす投げ方ができるから飛ばさない投げ方ができる、うん、両方ともなので、うん、飛ばすことに意味があるわけではなくて。そうですね、はい、まあ、だから大きい動きをきちんと身につけることによって小さい動きのまあ精度も高まるということですね。さすがですね、はい、そうです。なるほど、常にこの最大出力と最小出力、この振り幅ですね、大きく、あー、ホームランを打てる、ホームランバットでホームランを打てる、うん、体を作りをしながらちゃんと狙い定めたバッティングもできる。イチロー選手もやってるんですけども、決してホームランバッターではないんですけども、うん、常に練習ではフルスイングしてるんですよ。なるほど。それは体作りで、いきなり大きい動きってできないんですよ、はい、強く投げるには体のひねりだったり筋力だったり、うん、バランスっていうのがすごい大事なので、うん、そこをちょっと私も考えていて、強く投げて力をコントロールするから小さい動きでより精度が上がってくるっていう考えでやってます、うんうん、激しい飛び受け身ってあったんですけど、はい、ゆっくり、すごくゆっくり、ものすごいゆっくり、ゆっくりも投げることになるんですけど、それで正確に受け身取れるようになると、ちょっと待って、
やんなくていいですけど、これぐらいの精度で撮ってるってことなんですよ。へー、あの畳み叩く代わりに手をついてくると同じ角度で、それぐらいの精度で受け身をみんなしてるんです。これはかなり、まあ、練習っていうか練習してないです。受け身でこうパーンと叩く代わりに同じ反応でくるっと回ってるだけなので、それだけ受け身しっかりコントロールして。やっぱじゃあ受け身っていうのは実はその合気道の稽古の根っこにある感じなんですね。すごく大事なんですよ。受け身をしっかりできやらないと、まあ、上達しないんですよ、投げも。受け身をしっかりできるからこそ相手との信頼関係とか、はい、相手との稽古の連動が上がると、はい、なるほど。受け身と取りはもうつながっているんですね。ところで生徒さんたちの技術もすごいですよね。どんな方々なのか紹介していただけますか。ちょっとみんな、はい、来てください。大学生、そうですね、大学生と、あとこんだけ大きいんですけど、結構背高い、高校生になったばかり。あ、そうなんですか。で、共通してるのはみんなちょっと子供の部下で、子供の頃からずっと合気道を続けている4人、息もぴったりです。それにしても技のレベルが高い。一体合気道にはどんな魅力があるのか、今日はいろいろと聞いてみましょう。高山早見です。合気道は4歳から始めたので11年目になります。部活とかもやってるんですか。部活はバレーしてます。体幹とか、まあ、重心の動きだったり、そもそもの身体能力とかがやっぱ子供の部から鍛えられたのかなって思います。バレーの時もなんかこう回る時も受け身とかね。ああ、そうです。ああ、そう、確かに、はい、すごい、ね、受けた時ね、コロッとやっぱ怪我しないらしいですよ。へー、長野高生です。今19歳です。やはり子供の頃からやられてるんですか。そうですね、4歳からやってて今年で16年目になります。合気道どういうところが好きですか。そうですね、やっぱり合気道っていうのがこういろんな一つの技にしても、やっぱりこう一つができたとしてももっとより良くなったり、まあ、先生にいろんなレベルアップしたものも教えていただいたりするので、そういう追求するごとにどんどん深くなるところがすごい魅力で楽しいなって感じました。松浦よしきって言います。松浦よしきさん19歳です。大学2年生です。大学2年生、はい、またやはり子供の頃から。そうですね、15年目ぐらいで始めたきっかけは、母がレイ作法とかを結構しっかりする人で、何かないかってなった時に合気道があったので一回行ってみようかって形で。合気道のどういうところが好きです。そうですね、まあ、友人とか先輩とかと話し合って切磋琢磨していけるところが結構好きです。楽しいです。あ、そうなんだ。なんか優しそうですよね。本当に楽しいって感じですね。岡部敦樹と申します。岡部さんは今おいくつですか。今ともうすぐ21歳になるので、はい、17年ですか。合気道歴17年です。あ、また4歳から。4歳です。合気道どういうところが好きですか。そうですね、やっぱり自分もこう闘争心でこう戦う競技があんま好きではないので、それに対してやっぱ合気道はこういろんな人たちと切磋琢磨して関わりも深くいろんな人たちと交流できるので、やっぱそこの面が一番いいのかなと思います。素晴らしい、ね、やっぱ技術を高めるだけじゃなくて、やっぱ先輩後輩のつながりだったりね、やっぱり優しいもんね、先輩ね、優しいですね、はい、優しいです。そのやっぱ人間関係っていうのはすごく大事にしておりまして、やっぱそこでね、そうやって声掛けしてもらったりね、仲良くしたりするとね、やっぱそういう豊かに生きることができるんですから、やっぱ強くなるだけじゃなくて、確かに、まあね、調和和合とそして仲良くしていく、まさに合気道。あ、そうですね、合気道の精神素晴らしい。合気道の未来、合気道の未来彼らが合気道の未来だ。皆さんいい笑顔ですね。まさに合気道の未来。今日はありがとうございました。白川隆二先生の合気道シリーズ、次回は関節技と当て身、お楽しみに。 Everyone is a hero in クロービーワールド。
黒帯ワールドでは誰もがヒーロー。もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。